北島先生、本日もよろしくお願いします。はい。はい、本日もですね、メルマガの読者様より質問いただいております。この方はですね、北島先生の動画を見て、しっかりですね、最後の追い込みをしたいということで、1セット、2セットしっかりやって、3セットも追い込みたいってことでやってるんですけども、最近ですね、最後の3セットになる前に、酸欠になってしまって、最後ちょっとしっかり追い込みきれないってことが結構あるらしいので、どうしたらこの酸欠を防げるのかっていうことをですね、知りたいらしいので、こちらについてよろしくお願いいたします。まあ、酸欠になってしまう原因っていうのは結構なんか何種類かあるんですけども、はい、まあ、例えば寝不足だったりとか、あとは栄養が足りてないということもあるんですけども、まあ、そういうことを除いて酸欠になりやすいっていうのは、まず、インターバルが短すぎたりとかですね、はい、あとは、1セット目、2セット目、3セット目に行く前の1セット目、2セット目を追い込みすぎている可能性もありますね。はい。で、まあ、まずここで、おさらいというか、再確認してほしいんですけども、はい、まあ、3セット法っていうバドカップ用に重いものをどんどん1セット、2セット、3セット目って重くしていく方法はですね、はい、3セット目の最後に限界を超えるための準備として1セット目、2セット目があるので、1セット目と2セット目っていうのはですね、筋肉の準備ができて、まあ関節が温まっていれば、それでいいわけですね。まあテンションを上げてって、まず1セット目で筋肉の使い方を正確にするためのフォームと、筋肉の意識を正確にやって、で、ある程度温めて、で、2セット目にですね、その正しい使い方で、より興奮してワークアウトをすることによって、テンションを上げてって3セット目にアドレナリンを出して挑めるっていう。ための1、2セットなんですよね。はい、そこで、もう1セット目も2セット目も限界を超えるようなことをやってしまうと、もう3セット目に最後は体力が残ってなくて、ワークアウト効果が全然出なかったりとか、あと、その1セット目、2セット目を、ハードにやることによって、もう疲れてしまったら、結局酸欠になってしまうのも、そこに原因があったりとかすると、完全な状態で3セット目に、挑めないので、肝心な、その3セット目を、完全な状態でやるための前の2セットっていう目的を達成できてないことになるんですよね。はい、ですからこの1セット目、2セット目っていうのはメインセットをより追い込めるための、準備に過ぎないっていう考えを再確認してほしいですね。はい、とにかく3セット目に、しっかり関節も温まって筋肉の意識もできてて、テンションが上がってアドレナリンが出てることによって、それでいて疲れてないっていうのが条件ですから、そのためのインターバルをある程度息が上がっている状態じゃなくて息が整ってから始めるというのと、その1セット目、2セット目で追い込みすぎないっていうことが大事ですね。はい、で、これを3セット目にガスンと限界を超えることによって、この新しい刺激が入るので、それに対抗して筋肉がつかなきゃいけないっていう太くなる、作用を狙ったものですし、その後は今度は軽い重量でパンプアップをしてもらって、部分的に出る成長因子とかを分泌させるためにパンパンに充血させてあげるということですね。で、これをあれですね、しっかり考えてセットを組んであげると酸欠っていうのはより少なくなると思いますね。で、まああと下半身なんかの場合はですね、筋肉がすごい大きいのでより息が上がりやすくなるので、インターバルをちょっと長めにしてあげるっていうのもポイントですね。まあ感覚として一番正しいのは、ハーハー言っている息が止まってから始める、通常に戻ってから始めるっていうことですね。ですからそれはその時の追い込み具合とか、その時の体調によって違うので、何が何でも30秒とか45秒とか1分とかって区切るんではなくて、その息が上がって自分がよし行けるぞっていう感覚になってから始めるのが一番大事ですね。ですからマニュアルとかにこだわってなくて、こだわらないでその臨機応変にその時の感覚で行くっていうのがワークアウトで一番大事なところになります。なるほど。まあ、時間を決めるんじゃなくて、はい、しっかり息が整ったなっていうところで、次に行くってことですね。はい、それと、あと、その1セット目、2セット目の目的っていうのは、あくまでも3セット目をより完璧にするための準備であるっていうのを、必ず考えてやってほしいですね。なるほど。3セットに行くための準備体操。そうですね。一番いい状態で3セット目を、迎えられるための準備。なので、そこで息が消えてたら意味がないってことですよね。確かにそうですね。わかりました。酸性と再度理解していただいて、はい、ワーカーとしていただけば酸欠にもならないし、はい、効果も得ていただけるってことですね。わかりました。本日もありがとうございました。はい。